3回アジアカップウィナーズ選手権決勝の第1戦が1月17日東京国立競技場で行われた。この大会2連覇を目指す日産横浜マリノスの対戦相手は第1回大会の覇者であるイランのピルティ。ホーム&アウェイで争われるこの対戦の初戦は当初1月8日にイランで予定されていたが大雪のために延期され、マリノスのホームゲームであるこの日の試合が第1戦となった。また3年半にわたってチームの数々の優勝に大いに貢献してきたレナトにとってはこれがマリノス最後のゲームでもあった。前半立ち上がりはマリノスのペース。試合開始早々山田が積極的にドリブルで切れ込み、レナト、松橋とボールが渡るがオフサイド。その後もマリノスはしばしばピルディ陣内に攻め入るが、相手ディフェンスの厚い守りにもあってなかなか決定的なチャンスを作れない。14分、エバートンからのスルーパスを受けたレナトが独走しシュートに持ち込んだものの、キーパーの好セーブで惜しくもゴールを割ることはできなかった。20分過ぎからはピルズィも徐々に攻勢に出てシュートを打つようになる。この後両チームほぼ互角の展開で前半は0対0で終了した。後半に入るとピルズィが一方的に押しまくり、何度もマリノスゴールを脅かす。主戦に立ったマリノスはリベロ井原が攻撃に上がり、なんとかチャンスを作ろうとするが、レナトからのパスを松橋がトラップミス。ピルジーがボールを奪い逆襲に出る。右サイドから崩しにかかるピルジーの攻撃を防ごうとするマリノスディフェンス陣がもたつく隙をついて、14番カルコラーンが巧みな足技からゴール左隅に鮮やかなシュート。後半11分、ピルジーが先制した。勢いづくピルディはその4分後にはキーパー松永が飛び出たところを18番ロズベハニがシュート。あわや追加点かと思われたがボールはポストに当たりマリノスは救われた。マリノスはなんとか同点に追いつこうと必死の反撃に出るが、どうしてもシュートまで持っていけない。マリノスにとって嫌なムードが漂い始めた後半37分、ディフェンダー小村が強引に相手のボールを奪い、マリオ、山田とボールが渡る。そして右サイドから山田がゴール前へクロスを上げ、そこへ走り込んだレナトが左足インサイドでダイレクトシュート。ついにマリノスは同点に追いついた。この試合でチームを去るレナトの値千金のゴールはマリノスファンに最高のプレゼントとなった。試合はその後決勝点を求めて両チームとも攻め合うが得点には至らない。終了直前マリノス最後の攻撃もオフサイドでノーゴール。結局1対1で引き分けに終わり、この結果アウェイゴールは倍にカウントされるため、マリノスが優勝するには第2戦で勝つか2対2以上の引き分けが必要となった。敵地での第2戦におけるマリノスの健闘に期待しよう。